はい、はい、みんな知ってるポップ衣装だよ。はい、10枚セット買った？買ってください。買ってください。買いましょう。買いましょう。明日まだ時間も朝10時ぐらい。ありがとうございます。みんな大阪に来た方がいいんじゃないかな。よっちさんこんにちは。はい、ありがとうございます。どうかな、こやん。特典は今日も買えるのでぜひゲットしてください。多分一部二部で髪型変える子とかもおると思うから、今日はフミはいつも通り、サヤもいつも通り、リマがハーフアップ、ジュリアいつも通り、サッちゃん半分だけピンでやってる、シオチおろしの巻き髪です。みんな来た方がいいと思うから来てみてください。どうぞ。こっち？マック先生。試験だったの？来ないと。女子だ。僕紫嫌なんだけど。え？なんで？結構いいって言われるんだけど紫。いや僕はもう赤もダントツの赤でいいし。確かに戦隊ものね。そう。今回赤ないの。ないの。赤はほらあっちの衣装。赤は紫なんだよ。いや僕絶対嫌だ。なんで？紫じゃん。いいじゃん。だって袖がこう抜けちゃってんのもん。これね。で途中でなんかみんなこうやってんのね。バレた。えかな？冷やかしか。冷やかしか。冷やかしや。紫良くないって言われて終わった。泣いちゃう。メイちゃん紫に似合ってないよ。なんでそんな、いやだって撮影した後メイちゃん意外と紫に似合ってんじゃんって言ってくれたのに。今違う、殿が言うんだったら間違いない。メイちゃん紫に似合ってない。じゃあ衣装変えていただいていいですかね。シリュウさん、サッカーです。じゃあちょっと衣装変えてもらおうかな。変えてくれるかね。え、もらえるんですか。じゃあ、あちら、どうぞ。変えてくれるかね。紫似合ってないって。え、やれたのね。誰に？お客さんと。そしたら、あみこさんも見たら、似合ってないよって言うから、じゃあ、新しい人もらえるのかなって。あ、似合ってないもん、紫。似合ってないか。全然似合ってない。似合ってないよね、紫。なんでだよ。じゃあ、ちょっと新しい人になるから、それで半分ぐらい切ってもらっていいですか。1500円でございます。右だけでもいいんで。あ、スノーブちゃん。似合ってないよ、紫。そうだよ。あんたが選んだ。選んだ、アビコさんやん。似合ってる。似合ってない。選んでないよ、ジュリアの。俺ジュリアの選んでないよ。それはそう。うん、俺ジュリアのなんか選んだよ。最終的には選んでる。選んでない。人のせいにするんじゃないよ。似合わないからって。あ、オッケー、やる。似合ってないからって、人のせいにするんじゃないよ。おはよう。はい、特典券販売してます。特典券？ジュリアの？はい。売れるの？夜が M カード。夜が M カード。も。夜の特典全部 M カードにしちゃえば、ダメなのか。もっていうことにしないと。こんにちは、大阪です。あざーす。何枚？ジルだよ。
太鼓の達人。あなた？あ、後ろでお待ちください。ポコポコポコ？太鼓の達人なんだよ。お、ちゃんまっちゃんじゃないですか。あれ買わないの今日？大変お得なチェキ券、チェキ手形ください。お、はい。ピンク似合ってる。1万5000円です。クルキュージュリアちゃん。安い。安い。1枚高いコスパニックストアから特典券の購入ができて、大阪メンバーの特典も購入することができます。マスクなしチェキ、マスクオンラインは全部マスクなしなので、チェキとか落書き写メとか動画とか囲み系とか、
知らないから待ってて知らない
かった、かっこよかった。はい、あげまーす。黒髪の女性は穴の中に立っていますか？ブルートなんですよ。ブルートはい、そうです。ザッツライト。本当に日本に座っていますかって言ってる。イエス。なんだよ、何言ってるのか。日本に座っていますか？そうです。座ってます。穴の中に立っていますか？黒髪の女性は穴の中に立っています。そうです。はい、立ってます。ちっちゃいからってことですよね。埋まってるんじゃないけど、心情差があるから、穴の中に入って小さくなってるんじゃないってことじゃない？これ変なこと言ってるのかと思ったら意味があったのか。多分、心情差的にちっちゃいって言われてるんですね。あれ、陽平くんあそこにいる。アルパーさんのところ。あ、本当だ、目立つ。ジニア、レッツ。日本に誰もコメントくれないよ。寂しいな。寂しいな、どうしようかな。なんか私たちはこの後4時間後ぐらいにもう一回ライブがありますので、ね、たこ焼きでも食べたいなと思います。近くにたこ焼き屋さん安いところがある。結構大阪のたこ焼きは安いっす。全部安いし、早い。銀だこにイライラしますね。ほんと押してしまう。イエーイ。お、剣の剣だ。剣の剣。剣の剣。プリ。タコミ。後でいい？後でいい。あだーす。何これ？また出た。ポニーテールしてゴムで結ぶシングスみたいな。2枚。2枚。いらっしゃいませ。今日ところできました。いいえ。そんな明日楽しみにしてね。今日は手ぶら。明日予定ないんですけど。いやいや。なると現れる妖怪笹川笹さん。すごい今日なんか高いなこれ。顔しか映んない。やだよ。そこからコメント来た。そこからささ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 さ。あ、それ全だけ。お待ちしてます。遠近法。ああ、近づいてきた。めっちゃ汗臭い。汗臭いだけね。汗だく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 。うん。おばはん2人が。おい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 
ファイヤー。私か。私か。私か。よう出るよう出るよう出る。お、良平さん。4500円でございます。ありがとうございます。すぐ行けます、多分。ボールウッドマン。さ、さささささ。ささんではない。アビコ君映れよ。どうのか。おいよ。もち。わじまるさん、ありがとうございます。1500円でございます。ありがとうございます。500円のお返しでございます。じゃあ、すぐ行けるので、このオレンジの人のあたりに来てください。今日、格好悪いって言われたから映んないよ。ちょっと気にしちゃう。髪型が違うのと、たまんなかったらしい。はい。あ、しおり。はい。今日誰もいないね。あ、そう。私買わないと映らない。これ映っちゃだよ、殿。ありがとうございます。みーたんさん。こんにちは、トナカイさん。こんにちは。トナカイですか。
モンガ。え、今白チキ行っちゃっていいと思うよ。行っちゃいましょう。アビーヌさん、すいません、ありがとうございます。10枚ありがとうございます。私の推しのアビコさんはいないですか。甘酒急に日本語でサポートします。老人はそうやってジャンプすると休む必要があります。はい、その通りですね。チェキ取ってくんないと今日はもうたこ焼き食べに行っちゃうぞ。行っちゃうぞ。バンダイジャパン始めました。ありがとうございます。僕も愛してます、甘酒さん。はい、はい、僕も甘酒さんのこと愛してます。何、なんか変なとこ来ちゃったな。お子さん好きです。メリークリスマス。ポールウッドマン、メリークリスマス。なんかすごい人ばっかりお相手してたな。こんばんは、バンザイジャパンの公式配信、今大阪遠征組がやってます。トトロさん今日来れないの。しかも一部、この間二部って言ってたけど、明日は明日。めっちゃ楽しみにしてたのに。ゆまちゃんの髪飾り、ちょっとこれは見せづらい。バンザイジャパン発揮しますよね。すごいフルフルしてる。今年の一番プレゼントしております。今オンライン特典会をやってます。左上の赤いバナー、コスパリンクスター公式グッズ販売というバナーをポチッと押していただくと、このね、大阪遠征組の特典もオンラインで頼めますので、よかったら見てみてください。ご注文待ってます。この後、宝大阪で引き続き2部も、ありがとう、2部もライブ出演するので、バンザイジャパン見に来てね。千客万来っていうイベントです。かーこさん多分見てないと思うけど、いつもありがとう。いらっしゃいませ。誰でしょう。陽平さん。あのね、沖縄のこれ言うて見えるけど、本当だ。社名がちょっと間違いがありまして、ちょっと今日こと細かく書いてくるの忘れたんで、イエーイ。見えない、見えない、あんまり見えない。コメント、そう、コメントがやめたい。ダメだ、腰が痛い。え、腰が痛い、今日。それはそう、だから最近こんなコメント来たんじゃない。
タンさん7500円でございます。ありがとうございます。刺身メーカー、たこ焼きメーカー、たこ焼き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 、面白い。何を？さっちゃんとオレンジと緑が2人ずつだけで、あとは全部違う。すごい、ね、ちょっといい感じなんでね。囲みとかもおすすめかな。なんか綺麗になるかな。めっちゃ配色綺麗だね。映えだね。メイチコートがオンラインだっけ。メイチメイチメイチアイアイ、なくなっちゃうね。なくなっちゃうね。ヨロピコだよ。ありがとうございます、はい、仮装していい。じゃあ、アルコさんたちが止めてる方が高くないですか、駐車場。俺1100円でしょ。現地でも受付券配信なのでね。ケーキの。ちょっと、たまに叫んだりするけどごめんね。バンザイのパン受付こちらです。初席1枚無料です。長いです、めっちゃ長いです。忙しいですね。みんな空いてないからね、年中少ない。7年できてるので、大阪。ナンバーやめてください。すぐわかるじゃん。バンザイか。皆さん、ぜひぜひご注文お待ちしてます。野菜なんで。そうですね。誰か助手席で決勝してました。例えば誰か締めたのに気まずいのよ。例えば、たこ焼き食べる用ポーズとかね。でも別に私こうやってたら見てますね。止めといても別にいいか。どんな写真撮ってツイートしたの？重てぇな。じゃあ隣止めようとしたら駐車できたら止まったからやめた。今回の衛星メンバーの中でドービアなとこの家のジュリアさんだけど、あれ撮れなかった。撮れてません。フルニード。ちょっとな。誰持つ？ジュニアに合わせたのね。私に合わせない。いい。はい。これジュニアの持つ。海に合わせるっつうから。
ら映んないじゃん。俺ら映るぜ。じゃあさ、俺らに触せた場合さ、だってさ、こうじゃん。だけだけ映んないじゃん。あざーす。みんなオンラインでヒゲットしてね。リブは T シャツ髪飾り変えるからさ。冬だからみんな寝てる。それはそうだよね。あばさん、この辺で美味しい焼き肉やってくる。あれは？てってれー。落書き社名買おうか、てってれてってれ、落書き社名買おうか。スーちゃんの大阪遠征だよ。7人ぐらいの囲みはね、みんな一人一人しっかり映るからね、ちょうどいい。
緑になりたかったオレンジが来ました。私これ狙ってたんだ。緑オレンジね。緑オレンジ狙われてる。そう、ずっと狙われてる。お、あ、その気になった。やっと来たじゃん。受け付け撮んねんなって。違うんですか。おじさん撮んない。おじさん冷やかしの人だからね。やめろそういうこと。バーチャルジャパン半チキン1枚ミリアです。どうですか。やっほーこんにちは。バーチャルジャパンです。半チキン1枚ミリアです。嫌いな紫で撮る。1000円でいいですか。1500円。何ですかね。それなんかめいちゃんにご価値ないみたいじゃん。いや紫だもん。紫だから500円引きでいいかって。みんなコメントしてみて。マジで今払いたくなったんだけど。そうやったんだ。1枚でも2枚でもらってる。やだ。バンザイジャパン半チキン1枚無料です。あと10分ほど受付を行っております。お前取りすぎだよ。バッグもっといっぱいあげなよ。おたくうるさい。全然うるさくないよ。ということで皆さんね、オンラインだけ一覚堂今行っております。ふみのさ、しんちゃんさ、まさか。ありがとうございます。どこを動かしたらさ、わかんないんだよね。で、ここがいい。次さ、これジュリーやったらバレるね。フミがいたって。フミちゃん、鏡持ってない。持ってない。なんか誰にも会えなくなっちゃった。ショック。次ね、次関西決まってないんだよね。1年後かもわからんよ。ショックだ。そうなんだ。それは泣き涙涙。さっき始めましたって言ってもらって。ありがとうございます。セカンドタイムですね。なんで用事入れちゃったのよ。ブルーリーさん、こんばんざい、ありがとう。ブルーリー、こんばんざい。てってれ。今すごいこっちの目にめっちゃゴミ入ってて、鏡募集中、痛いっす。クローリンさん、こんばんざい。同じコメントしてる、タラちゃん。次はね、次来るときはね、まだ決まってないからわかんないんだ、関西は。そのときに港が入れるかもわからないしね。選抜メンバーに入らないと入れないから。袖をちょっと。頑張るけどね。いや、あの途中で脱げないよ。でも次が約束されてないからね。みんなこうやって。会いたかったな。楽しみにしてたんだよ。集中できない。見てる方が全然できない。誰もいなくなっちゃったの。今日会える人切ないわ。すごい目にゴミ絶対入ってるんだけど。ダメだよ、見えない。ちゃんと鏡じゃないと見えないや。手振ってもなんかこっちの方でこの後バンザイジャパン。このまま宝大阪で千客万来っていうイベントに出演しますので、よろしくお願いします。いや、ここ長い方が豪華に見えるから。でも脱げちゃダメでしょ。そう、でもね、会いに来れる人がいないと選抜メンバーに入れないの。残念でした。つらいつらい。頑張るけどね。使いこなさないとダメだよ。すごい白くなっちゃう。このマスクと鼻の、あ、ここに手やればわかる。境目がわかんなくなっちゃう。すごい宝大阪楽しかったライブ。応援ありがとう。
がとうございます。いや絶対かっこよくねえよその髪型。ダメだし、あの次回までに直しとくから。やば、500円だよ、500円今の。次回までに直しとくから。え、一人じゃ来れないの？そうなんだ。あとね、もし大阪お近くの方いたらバンザイジャパン見に来てくださいな。なんかさっきたこ焼き屋さんに、なんか商店街みたいなたこ焼きさんに、たこ焼き屋さんに行ったら、ゆいみちゃんが配ったチラシ、大阪府の伝道師の朝比奈ゆいみちゃんが配ったチラシがまだ貼ってあって、前回も行ったんだけど、前回じゃないか、3月に来た時にお店に、あの衣装の柄すごいね。おうおうおう、どんな柄ですか？めっちゃいいです。目が悪くて見えない。ダメダメダメ。ワリコワさん指さしちゃった。ワリコワさんか。ワリコワさん。もうダメだよ。一気に興味なくなってるじゃないですか。大阪じゃないんだと思って。あれだってなんかすごくない？大阪かと思ったんですね。美術館みたいな。すごい。あ、でもね、自分たちでプリントできるんだって。だから今度それで作りましょうって衣装の人が言ってた。あ、言っちゃった。布、もう布から作るってことですか？布から作る。ああ、面白い。なんか絵描くかな。アリコさんまた、アフリカな感じにしようかな。また仕事増えちゃう。アフリカンな衣装にしよう。最近アフリカンにハマってんだよ。ああ、そうですか。アフロなアフリカン。アフロなアフリカン。アフロカン。タイトル変わっちゃった。アフロ感出していこう。次は行けなくてもそうだよ、一人で会いに来て、今度はね、私が来れた暁には。あそこの人たちはなんていう人？はい、分かんないです私全然。でもめっちゃ衣装は見たことあるな。一番左の子が来ますから。誰かとチキ取ってあげた方がいいよ。作りアンゲエンジェルリマミナト。そんなバカなの。それはそう、エンジェルはミナモミツや。さあ、おやば、勝手に名前出した。友人が行けなくて、私も一人でリマさんに会いに行くように。そう、今日は来れなくなっちゃったそうです。いますね、しんどい。いや、そうだよね、一人じゃ来れないよ。私一人でめっちゃ練習してた。変わってしまったよ。でもいろいろね、いろいろご事情がありましょうから、それはしょうがない。私にもっと魅力があれば無理やりにでも来てくれたかもしれないけど。もっと撮りたい人いますか？それはしょうがない。交わすことなく寝た。ぜひ聞きしてみて。暗かったですよ。寝ててくれて安心した。そういうとこは気を使わないけど。ありがたい。3年前だったら待ってたわ。確かに、確かに。よかった、時が経ってて。え、でも暗かったけど準備とかできました。全然、全然、つけてんの。全然できた。私できたから申し訳ない。すぐ鼻が出ちゃう、ふみちゃん、これ。すぐ鼻が出ちゃうんですよ、この子。はい、プリンちゃん。じゃあまた大阪で会えるの待ってますね。大阪とか兵庫とかかな。また大阪入ればいいけど。もうそっか、6分前って言ってたのな、さっき。じゃあオンラインをもうちゃっちゃと閉めて。バイバイ。
この後はですね、5時間後ぐらいに多分配信すると思います。8時が9時だ、僕8時だ、僕いや、そこだって10円ごとだから9時とかに、あの楽にしてください。